こちらの本をご覧ください。今年2月に出版されました42歳からのシングル移住。執筆したのは2年前に東京から霧島市に一人で移住した女性です。なぜ暮らしの場を地方に移したのか、そして移住後の暮らしで何を感じているのか伺いました。こんにちは。こんにちは。今年の初物、やった、ありがとうございます。霧島市霧島長水に暮らす藤原彩さん、44歳です。この日は近くに住む西清子さんが一緒にお昼ご飯を食べようと、煮しめやがね、おこわを作って訪ねてきました。東京だともう外食ばっかりで、それでも定食屋に行くようにはしてたんですけど、これだけ新鮮な野菜で作ってもらって、お母さんって感じです。藤原さんは2021年9月に移住。近くに住む西さんとはすぐに仲良くなり、困りごとを何でも相談できる間柄になりました。一方、子供がすでに独立し、2年前に夫を亡くした西さんにとっても、藤原さんとの出会いは支えになったといいます。突然現れた娘って感じ。いつも明るく振る舞っててくれて、私の生きがいにもなってますね。生きる力になってるというか。そんなこと言ってくれるんですか。もう本当に今は、もう思っていた以上の生活になっていると思います。霧島で家族のような存在ができた藤原さんですが、2年前までは東京で将来孤立することに不安を抱えていました。藤原さんは東京生まれの東京育ち。大手生命保険会社や出版社で働いた後、29歳でフリーランスになり、ファッション誌の編集などを手掛けてきました。仕事もプライベートも充実した毎日を送っていましたが、父親の突然の死が転機となりました。このまま私も東京で過ごしていたら、なんかこう、誰が私をこうやって見つけることができるのかなとか、なんかそんなことも考え始めて。高校生の時に母を亡くし、離婚も経験した藤原さん。東京のマンション暮らしでは、隣人とは挨拶を交わすだけで、安心できるコミュニティがなかったと振り返ります。現状は別に孤独を感じていないけれど、これがもうどんどん年を取っていった時に孤立していくんじゃないかなっていう不安みたいなものはありました。もうなんか動線も関係ないので一人なので、なので全部壁を取っ払って、もう本当に一部屋に広々としたっていう感じですね。藤原さんは霧島市で売りに出されていた築20年以上の平屋の住宅を購入。畑も作れる広い敷地があり、購入費用は改装費を含めても東京のマンションの半額以下。親戚がいて大好きな温泉がある鹿児島で良い物件に巡り会えたことが移住につながりました。月に1回ほどは東京に行くものの、リモートを駆使して霧島を拠点にライター業務を続けています。地方に生活の拠点を移したことで、毎日の暮らしに変化も。私、東京ですごく忙しい生活をしていて、
食べることとか寝ることとかそういうこう人間のこう本質的な営みっていう部分をだいぶおろそかにしていたと思うんですけど、でもこっちの人たちってそこの部分をなんか大切にしているような、空気が美味しくって水が美味しくってって、こっちに住んでる人にしてみれば当たり前かもしれないんですけど、やっぱり東京の人間から見るとそれはすごく贅沢で、ここで暮らしてみて本当にあの生活が豊かになったなっていう実感はありますね。藤原さんは地区にある農産物直売所でレジに入ることもあります。地域の交流の拠点にもなっていて、地区で初めて声をかけられたのも店員の中村さんからでした。霧島というところを選んできていただいてすごい嬉しかったですね。最近になってまたすごく増えてるなという印象はあります。地方への移住者は近年全国的に増加傾向にあり、県によりますと鹿児島に移住した人は2021年度は2077人で過去最多を記録しました。しかしそれ以上に高齢化の勢いが強く、藤原さんは今後のコミュニティ維持に危機感を抱いています。豊かっていう言葉知ってますか？聞いたことありますか皆さん？はい、ある、うん、4月下旬小学校に招かれた藤原さん、子どもたちに地元の魅力を再発見してもらおうと講演しました。食材が豊富にある場所っていうのは豊かって言えると思います。これは本当に誇りに思っていいことだと思います。今まで僕たちが当たり前のように生活してきたことが都会では恵まれていることだと知ったし、本当の豊かさを求めて霧島に移住してからおよそ1年半、藤原さんは自分が暮らす地域のこれからについても考え始めています。ここから20年後30年後ってなった時に、今と同じような形では進んでいかないっていうのはもう身に染めて分かっているので、そこはやっぱり霧島の人たちと考えていきたいなとは思いますね、うん、元気の源ですここが、はい、毎日温泉に入れることは本当に毎日豊かさを実感する、はい、きっかけになってます。